クレブス男爵ジョン・リチャード・クレブスは、イギリスの生物学者、鳥類学者。世界的な動物行動学の権威である。オックスフォード大学、ジーザス・カレッジの学長を務めている。1999年に、ナイトに除された。2000年から2005年まで、イギリス食料標準庁の初代長官を務めた。ドイツの生科学者、 ハンス・アドルフ・クレブスの息子で、オックスフォード・シティ・ハイ・スクールの後、オックスフォード大学ペンブルック・カレッジで学んだ。1970年に、理学博士を取得した。その後ブリティッシュ・コロンビア大学とバンゴール大学で、働き、動物学の准教授として、オックスフォード大学に戻った。同時にオルフソン・カレッジの研究員となった。 1984年に王立協会フェローに選出され、1988年からオックスフォード大学動物学のロイヤルソサエティ研究教授となった。2005年にジーザスカレッジの学長となるまでペンブルックカレッジに所属していた。クレブスの経歴は生産的で影響が大きかった。彼の専門は鳥類の行動である。 彼は130以上の査読付き論文、5冊の本、130以上の様々な出版物の章を執筆している。特にニコラ・デイビスと共に行動生態学の重要なテキストを執筆している。また彼は鳥の採事行動を予測する最適化モデルを提案した。最近では神経生物学と実験心理学の技法を応用し、 鳥の精神的な能力を評価し脳の領域と行動を結びつける新たな科学的手法を鳥類学に持ち込んだ。食料標準庁長官を務めていた時には自然食品運動を批判して次のように述べた。私と食料庁の意見ではもし彼らがより多くの栄養や安全を買っていると考えているのなら金額に見合う価値はない。 我々はそれを支持する証拠を持っていない。現在クレブスは、ナフィールド生命倫理委員会の議長を務めており、2007年には、国立の科学教育センターネットワークの議長に就任する。2007年2月に、イギリス貴族院は、彼が無所属の一大貴族となることを発表した。2007年3月に、オックスフォードシャーのワイタムのクレブス男爵となることが、 発表された。クラーク、ピーターエディトリアル、ザ・ヤソカレッジレコード、ヤソカレッジ、オックスフォード、4-5-8-ISI i s i ハイリーサイテッドリサーチャーハット BBC ニュース、オーガニックフード、ノーヘルシア。フライデー。1セプテンバー、2000、ヤソカレッジプリンシパルウェブサイトアーカイブド2007年7月5日、アット・ザ・ウェイバック・マシン、ハウス・オブ・ローズ・アポイントメンツ・コミッション。 ニューノンパーティーポリティカルピアーズ15フェブラリー2007ありがとうございます。